ところで世界よ、新世界はどうやって行くつもりなのだ？それができたら楽なんだがね。じゃあどうしたらいいの？それなんだがね、今回はカフェイグジットに外からハッキングするのが無理ならカフェの中、はあ、敵ちょうど PC や新世界ゴーグルも手元にあるわけだし、侵入するって言って、建物の外からカフェ内の無線、俺とターニチカなら5分。つまりネットワークへの不正アク。そうだ、自分たちが信じる正義のためとはいえ、そして何よりも正直言って何が起こるかわからないし、ここで帰ってこの件からは手を引いたとしてもここまで来て我が輩が送る。私はここまでコケにされて指を加えて見てるの。そりゃまあ怖くない。言うのもチョープンスカだよ。ええ、それに私たちはスターニャもやるのだ。もしも僕たちは7人揃ってジャッジメント7ですレイジ、俺はお前たちを誇りに思う。それはいいから早くして。まあ目立つ行動は避けようか。おう、準備。それじゃ。これでよし、中に入ろう。ちょっと待って、新世界に行くにし、無論目的はある。一例を、でも一例は全国、確かにそうかもしれない。ただまずはそいつを何としてでも見つけ出す。そっか、新世界に行ったからって作戦時間は最大でも現実世界で了解したのだ。ダイブしてから6時、失敗した場合は一度。それじゃ、プログラムを立ち上げ、さて、ここは我が輩に。いるか？あん、そうよ、あの時みたいに。今度は問題ないぞ。我が輩、失敗。そうかい。じゃ、任せろ世界。明日で買い、お姉ちゃん、スマホ。おかしいのだ、ターニャたちが旅立ったのは、わーけ。つまりここは死と消滅まで残りあと1日という世界なのね。残りあと1日ということは通信網が破壊され、まもなく某国のミサイル施設の、ちょっと、ここも JK マークが侵食してるわ。ゲームというのはあくまで非日常と、え？何をか、街並みから色が、私のスマホ、ターニャのものなのだ。完全にこれって
この現象はまさか。いや、何ですか。光の粒子の動きさえも停止だが、その技が使えるのはこの…つまり我が輩以外に一体誰だ。まさか…くっくっくっ…なんこら、キモい笑い声。みんな、お前たち我に近…また変な…でも近づく…言うな。そんな簡単に他人を信用しちゃダメよ。ちょっと、そこの勘違い男、私たち…バカ浅野。何？ああ、そっか。またいつも…でも、あんなキモい笑い方…しゃべれ！だから…くっ…来てやったぞ、海に。近くで見ると結構きついかも。言うの分かったよ。いや、やはりお前で、けっくっくそんなに悪い。我が名はイカルガ、偉大なる使者。はぁ、言うのもそんなキャラ。イカルガ F。 あ、なっ、そう言われてみれば、なんか夏美さんが描きそうなデザインで。いいえ、彼は。じゃあ何ですか。それは…我が輩が解説。イカルガ F スバルスカイ、赤と青の炎を操る支援の王。圧倒的なカリスマ性で地上のあらゆる生物を虜にするマシ。いや違う、その正体は我が…まあそういった設定な…はあ、はあ、ようやく思い出したんや。イルカは昔、そうそう、自分のウェブサイトも運営してた。それは現世における我が輩の戦いの記録なり。ああ、はいはい、分かったわ。12秒特有、つまりこのイカ…小娘、我をこの肉だるまと一緒に。オリジナル。オリジナル。つまり。ああ、言われて。え、憧れて。昔の話よ。高校た。それって割と最近ですよね。思い出すな。初めて。終わり。それ以上。私の名は結城夏美。7つの罪を背負いし。だったっけ。終わり。いや、あんまりにも面白いから。終わり、殺す。夏美さん、落ち着いてください。今は仲間割れしてる場合じゃないんですから。私だってね、怒る。でもネットに。それ絶対別人の写真か、もしくはいるか。まあまあ夏美さん、きっかけはどうあれジャッジメント7に夏美さんが加わったことで。ジャッジメント。分かったわよ。このイカルガさんがイルカ。それで。それもそうよね。なんかめんどくさそうなやつだけど。あんた一体。我の目的。知りたがりの。この週末の世界で女だ。イカルガさん、とってもイカルガ最低。ついでにこの世界のすべての女たち、それこそが我が千年世界デッパ。あんた頭の中はイルカと。っていうか、そんなイカルガ様を侮辱する。
ああ、バカ愛しいな。イカルガ様、このうわー、あい、バカなこと言わないで。私、間違いなく浅野さんが。アシャーノだけにいい格好はさせないんだよ。いムキイカルガ鬼我が愛しの。そんな、ごめんなさい、イカルガ鬼。イカロがお兄ちゃんにけ…うげぇ…言うのもね、あんなの…ねえ、イカロが様、この色…あんたが言うんじゃない！何よ、生意気な…だからあんたが言うなって言って。バカにしないでほしいわ。よくもまあそんな残念な水着して言うと A カップだってめ…うるさいわね。それを言うならあんたの…え、僕いいから、あん…あなたたち…お…この子…これ以上無礼を働くようであれば…ああ…我が愛しの…やっぱり私なの？しかも、どうして私だけ実名でと…いる…なんと醜い男なの。さあ、イカルガ様、こんなところにいては怪我…あなた様の偉大なる計画が…あ、そうだな、あれも資質さ、我の可愛…なん、みんな、ターニャ、まだ悲しい気分のままなのだ。さてと、一体どうしてこんなこと。な、いや、イカルガとハレムシスターズの無風な物語を、我が輩はコツコツ。やっぱり、あん。しかし、不可解、もちろん、竜。紙のノートに記し、厳重にプロテクト。なるほどね。このし、イルカの頭の中にしかない設定まで忠実に具現化してるなんて。脳内の設定が具現化されている。そうよ、イルカの頭さ、ユーノたちを勝手に妄想に。イルカの頭を、やっほー、どうか勘弁。ちょっと待ってください皆さん、あのイカルガが気に…それってもしか…それだレイジ、実に…レイナというのは無論一例のことだ。我が輩の頭を吹っ飛ばすよりも…あなた、亡くなった一例…さすがにそれはドン引き。言うのも、それはやっちゃいけないこと。イルカは人と…違う、我が…いくら我が輩でも妄想し…どうだか…本当。皆さん、イルカさんが人として…いや、レイジー、そこは否定して。それよりも今一番大切…ああ、確かに俺たちが…一例がまだ…レイナさん、もしまだどこ…浅野たちには不本意かもしれないが…まあ…とても不本意だけれど…そうだね、イルカは決ま…それでイルカ、白のクイーン…白と黒のクイーンが揃いし…なるほどね。それは…それはさっきイカルガが言っていたこと。それはあの…そんなことを言っている場合ではつべこべ言わずにさっさと白状しなさい。降臨の儀式とは…あの…はぁ、全然意味がわ…あーなるほど、そこに私も混ぜてと。いかにもその通り、まさに現代版。エロい、この私が肉豚とエロい子。だがイカルガより強いものでも。そしてイカルガはこの世界で最強の存在。この世界で最強の存在ならイカルガ王にならなくても世界を滑られるじゃない。とにかくイルカ、あなたも自分で何とかしなさい。
イカルガを倒してできないなら。なあ、ユウの結局ゴニョゴニョって何なの？でも、イルカさん。なるほど。じゃあ、まずはイカルガを探す必要があります。お城っぽいって言えば、浅草寺とか。あ、ユウの、すっ闇雲に探し回っても仕方ないし。はい、じゃあみんな。じゃーん、こほほー、なるほど。確かにピカピカしてて。立ち穴、それを言う。どっちも似てしか。どうかな。よっ、そうですね。なんだ。でしょです。じゃあ早速突入しちゃおうよ。ダメダメよ。分かってる。組み合わせの問題っていうか、敵。そうよ、言うの。さっさと話して。デイジなんて終わり。うるさいのだ。にょーにゃふん。どうしてハーレムキャッスルの場所がバレたのだ。にゃふん。それを言うなら、どっちも似たようなもの。つまりジャッジメントセブンの基地こそが。バレてしまったら仕方ないのだ。そうだ。だけど簡単に一回ごとにいる万人のハーレムシスターズを。何ですかその証拠。こっちは普通に一例を探したいだけな。でもなんだか。そして一回の万人こそこのできるものならな。あっそ、じゃあそうさせてもらうわね。だからだから一回の番人を引き受け。それは悪く。浅野のパンチは痛いぞ。うんこ漏らしは嫌なの。まあ待てよ。あたしこれは。我が輩とい殴り合いなどといった武功。はあ、この戦いで試されるのはそれらを得た者こそ支配者にふさわしい存在。し、我が輩はあのイルカさん。にょー、お前さよう。なでもイカルガ鬼。いや、やつならば我が輩イルカに。イカルガお兄ちゃんが承認し、ラウンジで待ってる。なんだかよくわからないけれど、ハーレム戦線とはそれぞれのハーレム王と。お、はい、イルカさんに質問。うん、何を言う。ほっ、は、にゃ。さあ我が輩の可愛いハーレム。調子に乗らない。そうよ、一体いつから。言うのもさすがにイルカのハーレムなんてわけは。でもまあ他にレーナを。それにボヤボヤしていたらイカルガと。冗談じゃない。いいわよ。おお、夏美先生。いる。最初って言うな。でもハーニョは気がない。安心するがよい。第一の戦いは合言葉。これはお互いのハーレムを褒め
チアナ、お前の番だぞ。早く我が輩のことを語るのだ。イルカ、イカルガお兄、イルカソン、イカルガお兄ちゃん、イルカス、イカルガお兄ちゃん、イルカは体がぼ、キモい。自業自得よね。ええ、そうね。イカルガ鬼、イルカを、あ、イルカは私、アーナ、え、何、イルカ、わー、イルカ、嘘よ。最後の立ち上がる勝者、やったのだ、タティアナ。敗北をしたが、なんだかわからないけど言いたい。ハーレム聖戦、想像以上。第2回戦はハーレムキャッスル。まさかイカルガさま、別にいいけど。ならばこちらはイルカハーレムの残念状。誰が残念で、私は何をすればいいわけ。心配するな、ハーレム戦争は戦いごとに。ああ、しまった、我が輩としたことが。なんだその、我が王に捧げる。だったらどうして朝の。仕方ないではないか、向こうが足。まずいわね。一度選んでしまったものを変えることはでき。わあ、いきなりピン。もう終わったようなラブソングね。イルカランラロロ。終わった、これで2回戦。イルカさん、いつも。そうね、早くも2連敗は。まあまあ、そう決めつけるのは早いんじゃ。私のマスター。かなり微妙ですけど。浅野という壁。所詮は偽物ね、このあたし。おい浅野、お前の歌にはき。尾張さん、それってあの。珍しく気が利くじゃない。勝負はついた、浅野。これからサビ。ただいまの勝。やっぱりこのままじゃ。浅野さん、もう十分です。そうよ浅野、あなたのおかげで1対1。さすがは浅野。浅野、今はそのま、当てて。別にイルカのために。もちろん分かっておる。我が輩にはもったいないので。何よそれ。それじゃあ3階にレッツゴー。タティアナ、アシャーノと。ああ、今のナスミっていうのは。いそんなこと。まあ普通に考えると、何せナスミの方はイカルガとエロいことをしなくちゃならない。終わり言わないで。おかしいですね。バカらしくなって。いや、そんなはずはない。必ずこの階のどこかに。ユーニョを見つけ。あれれ、とっても苦しそうな表情な。どうやら彼女は2階からひ。
確かにこのビルひょっとしたら十分ある。え？なになに？気を…でも困りましたね。ユーニョがこんな…第3回戦はイカルガハーレムの戦意喪失にて…ラッキーなのだ。この子はかわいそうだけど余計な手間が省けたわ。あ、第3回戦は…え、我が王に捧げる巨乳相撲。巨乳相撲か。レイジ君、ユーニョの頬を軽くた…そうしたら晴れて。今は先を進むべきですか。巨乳相撲は準備？なに、簡単だ。やめ、終わり最低。イルカのこんな男どもが職場の仲間だなんて。なんて冗談ですよ、冗談。さあ、いよいよ第4回。うん、巨乳。ほうほう。これが我が輩の浅野の音痴攻撃だけでここまで来られたの。まあ、ではハーレム聖戦のこちらは我がハーレム最はっ、喜ぶ夏美よ。私のイカルガ様への愛で、ですから私、ストップ、そこまでよ。私と同じ顔でそれ以上喋ったら、うん、やる気に満ち溢れているようだな。我が輩に、あなた現実ねえねえ、ゴジゴジコンの早食い対決とか。バカね、そん俺としてはラストにふさわしいか。はあ、それは悪く。では最終決戦は我が王に。は、どちらのペアの口づけがより濃密で濃厚かを競う。さあ夏美先生、遠慮はいらん。できるもんですか、バカ。なんてことをするのよ。醜く汚いと湿気。いいからどきなさ。しかしまさか夏美。そうか、夏美先生は人前で口づけ。乙女心を理解できなかった。そんなわけないでしょう。たとえ人類があなたと私の二人だけになったとしても、ああ、まさかの全否定。しかも くそろそろこの茶番にも飽きて。前回は手加減していたが、ちょっとからにょー天使。もう動け。イカルガ様、我への忠誠のため。くれ。イルカさん、それ…いや、あれは単に夏美の前にイルカがでかすぎて。でもこのままではいずれイルカが焼き豚になってしまう。そうよ、イルカが焼き豚。イルカさんの焼き…あああ、オワリさん、黒服たちとやり合った時のワールドプラスのことかい。確かに体が動く。オワリさん、何日かデバッグのボイスコン。当然なのだ、デバッグはワールド。よし、では分かったの。デバッグ
デバッグ、ちゃんと起動。スクリプトエディット。スクリプトエディタ、起動なのだ。あとは俺に任せ。IRUKAFR コロンエクセプション。オワリさん。ちょっとオワリ。しかもディスプレイもなしにそんなこと。よし、炎属性の攻撃も。これ本当に動くの？そんなことをしていたらイルカが本当に。あ、書き換えられたプログ。あ、なんだこれは。くくくくく。何？やった！時間章の効果が消えたようなさ。そなたは一体何者なの？我が輩はイルカニゴ。し、そこしびれない。イルカ。なあ、イカルガさんよ。自分の仲間をまったく。いえ、それを言うなら親は。そうよ、あんた。ダメね。かん。圧倒的我が輩の力で千年もの長き間封印されていた我が輩。ふざけているのか。アネチカ、デバッグ。うん、とりあえず。ついでに適当なエフェクトをつけ。了解なのだ。くらえ、高速の拳。痛いだろう。今のはお前によって。僕死んだんですか。むしろ今回のイベントで言えば。そしてこれはお前によって。そしてこれが、さらにさらに。やめて、もうこれ以上イカルガ様を。イカルガお兄ちゃんをいじ殴るならユーニョがイカル。拙者オナゴは殴れん。我の乾杯。やめてくれ、自分の器。イルカ、見事。ターニャのアシストのおかげなのだ。イルカがちょっとカッコつけすぎな。イルカさん、なんなのよこの展開は。元はといえばあの肉豚の妄想のせ。まあでもとりあえず丸子。それは。いるか。おっと、それ以上は言わなくてもいいなりよ、夏美。我が輩はしょ。そんな。夏美、お前さんはお前さんを必要としているお。その男は我が輩の分身のようなもの。夏美が。イルカがいつもより男前。イルカ、何。イルカさん、人の名前を連呼した挙句に振るなんて。イルカよ、我らはされた。幼稚。さらばだ。バイバイなのだ。じゃあね、ユーニョ。今日さよなら。イルカさんが怒る。あのタイミングで我が輩が覚醒。違うのだ。あれ、我が輩。うん、世界さんが。その後も世界。そうそう。何にせよ。あ、でも。そうよイルカ、
あんた確か…確かに…これは…どんな方法な…イカルガを倒し、真のハーレムを取った我が輩…なに、最後までとは言わぬ…我が輩、前のような失敗はせん。さあ、みんなに…できるもんですか。ちゃんと人目も入…やれやれ…あんだけ大騒ぎした…仕方ありませんね。無駄だよ。正しくは君たちが一ノ瀬。久しぶりだね、ユーリ。パパ。なぜ君たちはまたここへ。君たちがこの仮想世界に。ユーリ、できればここで会いたくはな。一員。まあその表現は間違い。ターニチカ、そんな顔をしないでおくれ。そして私は父親である前に人。なぜなんだユーリ。俺には理由。科学者が人類の繁栄。ただ純粋に結果を求めて。科学がくだらぬ錬金術となり。知らんよそんなことは。それに不老不死。私はそんなものには何の関。サイバーテロも仮想世界もたま。ここまでのことをしておいて関係。その言い方からして DSDK。 君たちは関係のないことだ。私がこのサイバーテロをと。現実の拡張。ああ終わり。人はね、正しい理論も正しい定理。私はこれまでの心血を注ぎ、どんなに素晴らしい理論定理。当たり前だ、それが科学。それがたとえ間違った理論であったとしても、それが明らかに正しい私の理論が排除され、間違った理論。多くの人間が死んだといえば、それがだとしたら、それは極論だ。それにそんなまやかしの真実。そんなことは分かっているよ。だから私は交換。現実を拡張し、ありもしない教育。それがその通り。これから現実世界で起こることは決して現実ではない。明かし仮想の光景を見せるって。何、そんなに不思議に思うことはあるまい。君たちがいつも現、そしてアカシックがしていることも同じだ。つまり現実に存在するのかしないのかの違いだけで、脳にとってはど。だったらその電波を止めれば、ユーリーさんの計画を阻止。無駄だよ、君たちには止めることはできない。なぜなら、でもそんな普通の電波で現実の拡張なんてできるとは思えないんですが。無論そのままでは無理だ。だがアカシックは東京にある2つの電波、そしてそれら3種類の電波を干渉させることで現実の拡張を見せる特殊な電波を作り出している。そんなもうすぐ。せ、これはその矛盾を証明するための私の科学者としての。東京中にあふれかえった JK マークも、やがて東京に弾道ミサイルが撃ち込まれ東京は消滅する。もち人々は、そして世界は。ふざけないで。そうだぞユーリ。何。ユーリ、君が優れた科学者でありながら、今からでも遅くない。パパ、お願いなの。ゲームなんて架空のものを。私はこの実験を中断するつもりは。ユーリ、お前の思い通りに。終わりよ、私の計画。どういうこと。現在現実世界の。は？私も知らんよ。おそらくデカフェエグジットからアカシックへ不正にアクセスをした際に起爆装置。まあ13件の工作員としては正しい処置だと言いたいが、このままでは現実世界であと25分。これはもしや。その通りだよ。いるか。
ないよ。こんなことしている場合。それが自動ログアウトを設定した時間まであと5時間以上あるんだ。そんなの残念だが、この爆弾はネットワークをかだが、金輪際このアカシックや私の管理者権限で、そうできるのならそう。自分たちのこれは無理だよ、ユーリ。ワールドプログラムを書き換えて終わり。まさかこんな事態になるとは思っていなかった。もっとも、それこれではパパ。おう、ターニチカ、終わり。まあ、お前の手は借りんよ、ユーリ。いや、俺たちはジャッジメント。どうするのだ。何、なんとかなるさ。所詮はそうか。北、それでどうするのだ、世界を。うん、それが、ま、ちょっと、うさ。まあ、落ち着けって。現実世界で残り24分ということは、侵入者を精神的に追い詰めるためか知らんが、不正アクセスとどう。あ、そっか、9時間半もある。そうかしら。前に脱出、そもそもそれ以外いつも外部から。今回はカフェエグジットに不法侵入しているのだから。なっちゃん、そんなネガティブな。そうですよ。はあ、回線が切れないのならカフェ。そうよ、なんでそんな単純なことに気づかなかったんだ。確かにそれは盲点だったわ。たイルカさんっす。イルカのことはただの。イルカさん、さすがはジャッジメントセブンの副代表。そうと決まれば早く行こう。くじ、うん、浅野の言う通りだ。さあ、皆の者、この世界を。おかしいのだ、一体何。おそらく出口の新世界から出られないように扉を消したんだろう。じゃあ、それはまだわからないよ。カフェ行くじ。了解な。これはダメなのだ、イグジットの。そっか、だったら。そうですね。だったら地下街に行ってみるのはどう。ほら、前もあそこからだ。今回はカフェイグジットの回線。そうだな、出口の仕掛けたセキュリティプロ。それじゃ解除成功。よくやったぞ、タチア。一度開けた扉なら大して開ける。あとはターミナルコンピュニャプギャー。あれ、どういうこと。どうやら、じゃあターミナル。そうみたいなのだ、タチアナ。カフェイグジットには入れない、我々が。こ、いつまでもここにいたって仕方がない。ねえ、どうすんだ。現実世界の時間。世界よ。ああ、それも出口によって封じら。どうしたらいいんだ。ここで腐っていても仕方がない。もしかしたら、9
き、そうなのだ。出口のおっさんの管理者権限はラン、そうね。扉は、まだわかりませんよ。そうよ。おい、あ、昨日と同じだな。やっぱり。ダメなのだ。どうやらシステム、こうなったら、とーりゃ、まだ、コフェイグジットはエラースポットに設定され、おそらく、何よそれ。じゃあそういうこと。では我が輩が千年の我が輩のうちに封印さ、開け。なぜだ。誰か、ユーナたち、どうしたらいいの。一礼。皆さん、嘘、あの、ど、もしかして。はい、お久しぶりです。な、それは簡単なことなのだ。レーナ、でもレーナの記憶データは、だから人格データだけです。ああ、そういえば、もうなぜしょ、一礼。皆さん、あ、なんと、ねえ、本当にこ、とにかく少女 A は自分を、よー、夏、わはは、ターニャ、く、く、はー、こりゃっと、お、よし、レ、あの、それが、わ、そうなんだ。そういえば、A ちゃんは何で、あの子は一例の人格データでしょ。だが、一例の、それなのに、世界や立ち、彼女の謎は深まるばかり。なあ、もし、これも一例。うん、はい。さて、のんびりして、世界を、さっさと現実の、現実世界、早く帰るのだ。せっかく少女 A に助けてもらっ、その通りですね。ああ、帰ろう。だが現実に戻っ、帰ってきたの、どうやら爆発まで、あ、ちょっと安心して、そうなのだ。に、にゃ、どうしたんだ。おかしいのだ。はあ、どれ、我が、嘘でしょ、なんで。でもでも、せか、そ、そうな、にゃー、セキュリティ、おそらく、これはカフェイグジットのセキュリティ、なんで爆発、おそらくこいつも出口の仕業、配線が物理的に破壊され、こうなったら、うん、レジ、わかりました。ダメだよ、まずいのだ。他にセキュリティシステムに、あ、このカフェには北陸県、北陸県って北海道じゃないの。それが北陸県、出口のやつ、なん、それでは、ちょっと終わり、ここから北陸県にアクセスができないのなら、そんな、仮想世界、新世界の時間の流れは24倍速、それだけの時間があれば、でも、
おいおい、俺を誰だ。この終わり世界がこの俺が大丈夫だと言ったら絶対に大丈夫だし、お前たちは何も心配せず。終わり、俺もログアウトしたら。これは代表命令じゃない。俺か。はい、かん。それではみんな、大丈夫だ。世界は必ず。それが我。皆さん、終わり。世界から。どういうことなのだ。な世界。もしかして。今世界を信じるしかない。必ず。うん、そうだよね。行くぞ。どういうことだ。イルカさん、話せ。レイジ、何してるの、あの変態は。時間。嘘。世界、何を。そんな。みんな、夏美。行きましょう。そんなことない。無理よ。これが爆発で飛んできたの。う、嘘よ。そう、そうである。イルカ、朝。今この状況で私。そうね、そうであるな。世界、ハニャ、はい、行きましょう。ええ。それでは次のニュースです。東京、現在警視庁が現場検証を行っており。おいおい、この終わり世界ができると、この俺が大丈夫だと言ったら絶対に大丈夫だし、お前たちは何も心配せず。俺もログアウトしたら。これは代表命令じゃない。俺からの頼み。ただいまニュース速報が入りました。今スタジオの外。はい、現場の山の。あの、スタジオからは。はい、スタジオ近くのコース。こちらからはアルファベットの地高の現象は現在と詳しい原因は分かっていませんが。高層ビル。